自由のマインクラフトパート121。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日は前回に引き続き、畑の作成、制作と、あとは、村の近くにある略奪者の拠点の、無力化というか無害化を進めていきたいんですが、多分畑に作物がすべて埋まっていないはずですので、まずですね、小麦が育つように、種をまいていきたいんですけども、あと言っていったらここですね、いきなり戦闘が始まっておりますが、とりあえず、敵を倒しますか。不利ですね、これは。一旦村に戻ります。では前回の動画にいただいたコメント、ご質問にお答えしてまいりますと、まずですね、高円宮典仁親王殿下に似てると言われたことがありますかとご質問いただいておりますが、そうですね、恐れ多いのですが、似ていないと思いますし、また似ていると言われたこともございません。さらに、石原慎太郎さんの死去に対する暴言についてでございますが、これは右も左も関係なく、亡くなられた方に対する暴言は控えた方がいいんじゃないかと思いますし、また、暴言を吐かれている相手はもう反論ができませんので、卑怯だとも思います。批判は自由だとは思いますが、最低限ですね、お悔やみの言葉は添えるべきではないでしょうか。で、今、畑を見に来ましたが、畑はちゃんと種はまいてありますね。では、略奪者の拠点を、制圧していきますが、さらに、元総理大臣や自民党の元総裁の評価についてでございますが、こちらすべて継承略で簡単にお伝えしてまいりますけれども、鳩山さんが0、菅さんが0、橋本さんが30、村山さんが0、宮沢さんが0、田中さんが30、福田さんが30、佐藤さんが70、岸さんが100、河野さんが0といったところでしょうか。また今回ですね、0と、なんかリーダーがいますね。リーダーを倒すと、なんか村が襲撃されるような話がありましたので、ちょっと様子を見ますが、やはり敵の数が多いですね。で、話を戻しますと、ゼロとご紹介した方々については、正直ですね、マイナスをつけたいくらいの方も、おります。さらに、百田直樹さんの暴言に関してでございますが、ツイッターを見ておりますと、オリンピック関連の暴言に関しては、多少軌道修正されたのかなといったところでございますが、こちら右左関係なく、誰が言ったかということも関係なく、暴言は暴言でございますので、控えるべきだと思います。さらに、動画の投稿時間についてでございますが、こちらの都合でございますので、お気になさらないでください。さらに、桜井誠さんの暴言についてでございますが、また、そういった暴言と、政治家としての適性についてもご質問いただいておりますが、批判は自由だとは思いますけども、そういった批判を行う際には、広くですね、
受け入れられる表現を使った方が、その政治家としても得なはずであり、まあ、暴言癖がついた状態でですね、まあ、例えば議員になっても、まあ、短命で終わるだけなんじゃないかなと思ってしまいます。さらに武田塾の講師の動画についてでございますが、まあ、こちら以前というかたびたびなんか問題になっているような気がいたしますけども、まあ、全ての動画をチェックしているわけではございませんが、まあ、学歴などでどこ行っても論拠にはならないんじゃないでしょうか。まあ、社会人として働いておりますと、まあ、その学歴で実際仕事ができるかどうかというのが、まあ、イコールにはならないというのが、まあ、皆様ですね、まあ、経験上お分かりいただけるんじゃないかなと思いますし、まあ、なんと言えばいいんでしょうか、地頭というか、社会において活躍できるかどうかは、まあ、あまり学歴は、まあ、関係ないんじゃないかと思います。最後に PUBG に関してでございますが、こちらやる予定はございません。今こういったゲームですと、あのコールオブデューティーですか、コールオブデューティーのヴァンガードという、まあ、最新作はプレイしておりますけども、あの基本無料のゲームというのは、そうですね、まあ、なんというかあのチートですか、不正行為がなんか横行しているというイメージがあったり、まあ、そのコールオブデューティーでも基本無料のゲームはあるんですけども、まあ、そのゲームの場合は対戦時間がなんか長い気がするんですよね。バトルロイヤルというか、生き残りをかけて戦うようなゲームになりますので、まあ、時間が長くて、なんか楽しめない感じがございまして、まあ、今のところ、PUBG のようなゲームですと、まあ、コールオブデューティーで、通常のマルチプレイを楽しんでいるといった形になります。あと最近はですね、ポケモンのアルセウスも始めておりまして、まあ、このアルセウスがちょっと想像よりも難しくてですね、まあ、簡単にご説明いたしますと、まあ、モンスターハンターというゲームをプレイされたことがない方だとちょっとわからないかもしれませんが、そういったモンスターハンター的な内容になっておりまして、盾が壊されましたね。ポケモンがちゃんとモンスターなんだなという実感がというか、まあ、実感というか、まあ、体感できるようなゲームになっておりまして、まあ、少しでも油断すると、そうですね、まあ、場所によっては、数十秒放置しただけでも、まあ、なんか死んでし、あのプレイヤーが死んでしまうようなゲームになっておりまして、まあ、なかなか面白いなと思って進めているんですけども、またはその、コールオブデューティーというゲームが、なんか不具合がひどくてですね、なんと言えばいいのか、なんか武器の変更ができないとか、そのかなり基本的な部分で問題がございますので、なかなか、面倒というかなというか、その不具合の修正も待ってるんですけども、まあ、有料のゲームでもなかなか不具合が治らない中で、無料のゲームですと、まあ、さらにですね、まあ、不具合というか、その悪意を持った
不正行為というものが、ずっとその、いたちごっこのようになっているようですので、まあ、今のところ、まあ、そういった不正行為への対策が、まあ、抜本的な形で講じられない限り、プレーはしないかなといったところでしょうか。で、今ですね、盾が壊されてしまってるんですが、まあ、本当はですね、盾を直したいんですけども、鉄がなくてですね、直したくても直せない状況になっておりまして、とりあえずこの土壁で敵の拠点を囲おうとしておりますが、先に鉄を取ってきた方が良さそうですね。これはかなりの集中砲火を受けておりますけども、鉄はどこで取ってましたかね。なんかどこかに穴を開けて採掘していたような気もいたしますが、多分そこでは石だけでしたかね。なんかどこかの洞窟に入って見えているものを取っていただけのような気もいたしますが、とりあえず鉄がないと、戦闘ができませんので、とりあえず鉄を探しますかね。まあ、この鉄もしっかりとこの斜め掘りなどして鉱物がちゃんと取れる場所でですね、採掘を進めていけばいいんでしょうが、まあここでしっかりと採掘場所を作った方がいいんですかね、今後のことを考えますと。まあ、実はこういった鉄もですね、まあ、このように採掘をしなくても村人を使ってですね、まあ、無尽蔵に鉄をまあ生成するというか確保する手段が多分今でも使えるというかあるはずなんですが、まあ、ちょっと非人道的だなということでまだやって試してみてはいないんですけども、まあ、とりあえずここに採掘口というか、まあ、穴を掘っていって鉱物を取っていきますかね。まあ、この出入り口も3段の高さがあれば、まあ、よっぽど圧迫感はないですかね。まあ、先ほどのポケモンのアルセウスの話に戻りますが、まあ、ゲームとしては、まあ、ある程度自由になんか移動ができるようなゲームになってまして、ゲームになっておりまして、素材もですね、自分で集めて、まあ、いろんなアイテムが作れて、まあ、なんと言えばいいんでしょうか。何かを、まあ、コレクションすることが好きな方はですね、まあ、多分楽しめるゲームになってるんだと思うんですけども、まあ、これまでのポケモンバトルを楽しんでいた方々からすると、多分ちょっと違うゲームになっているのかなと思われます。まあ、基本的にはポケモンと
触れ合うゲームという形になりますので、これまでのポケモンの主人公たちが、なんと言えばいいんでしょうか、かなりのプロフェッショナルになったということが、プレイしていると実感できるんですけども、突然ですね、モンスターに襲撃をされて、手持ちのポケモンを投げつけて、バトルをするというのが、意外と難しくてですね、ポケモンも1対1ならいいんですけども、波状攻撃で攻撃を仕掛けてくる場合もございまして、ポケモンバトルに持ち込む前に、プレイヤーが直接ポケモンに倒されてしまうという事態がたびたび発生するようなゲームになっております。その代わりですね、モンスターハンターとは違って、村人というかその拠点となっている村ですかね、の住人が協力的でして、ポケモンがいっぱいいる、フィールドというか、場所にですね、あらかじめ大人が警備員として配置されていて、万が一プレイヤーが倒されるようなことになっても、ポケモンに倒されるような事態に陥っても、最低限救助活動は行ってもらえるようになっておりますので、多少モンスターハンターよりもゲーム内の、住人というかキャラクターが、協力的ですかね。あんま変わらないような気もいたしますが。モンスターハンターですと本当に無理難題を押し付けられる場合がございますので、ちょっと嫌になる時もあるんですけども、と言っていたらもう時間が来てしまいましたので、次回以降はこの、階段掘りですかね、を進めていって、とりあえず鉄の入手を目指して穴を掘り続けてまいります。では、今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。